セミファイナルに進んだのがちょうど4年前になると思うんですけど、ちょうどこの舞台がまだ3次予選がない頃だったので、この舞台でセミファイナルが決まったんですけれども、またこうして帰ってこれたっていうのは、まあ、本当に嬉しい限りです。そうですね、まあ、その期間があまりないので、そうですね、まあ、要領よくポイントを抑えながら、自分の良さも活かせるように練習しつつ仕上げていきたいなというふうに思っています。そうですね、そのベートーベンとブラームスに関しては、まあ、クラシックと、まあ、ロマン派ではあるんですけれども、まあ、それプラススクリアービンの村に向かってと新曲で、この近現代のジャンルというものをまたその対比も含めて表現できたらいいなというふうに思っています。そうですね、まあ、小さい頃からカセットテープをこう車の中で弾いてた曲なんですけれども、まあ、昔から馴染み深い曲でもありますし、このピテナの舞台で弾きたいなというふうに思って、今回選曲させていただきました。そうですね、やっぱり今こうやって、まあ、なかなか自由が利かない世の中になってきてますので、まあ、その中でこの音楽というものが人々の心を癒すと思うんですね。その、まあ、癒しをお届けできたらいいなというふうに考えてます。ありがとうございました。